4年目シーズンも残すは10試合ということになりました。その中現在ピーマンは57本のホームランを打っていて、これは歴代2位、単独の2位です。で、歴代1位のバレンティンのシーズン本塁打記録まではあと3本打てば並び、4本打てば超えることになりますからね。残す10試合の中で4本のホームランを積み重ねることはできるのか注目してください。あとチームの順位に関しては現在4位、3位とのゲーム差は 3.5 ゲーム差、またもう優勝チームは阪神タイガースで今年も決まりました。大谷がやっぱ入ったからね、だいぶ強くなって、これで2年連続セリーグのペナントを制しましたから、チームの部分にも注目する必要はないですね。 A クラス入りもなかなか難しそうですから、これだけ7番でホームラン打ってる俺がいながらこんな順位になる、他のやつどんだけひどいねんっていうツッコミもあるけど、そんなのはどうでもいい。あとは個人記録、そこですね。バレンティンの記録を更新するために全力を尽くしていく、まあ、それでいておまけでチームの順位がついてきたらそれはそれでいいですけどもね。ただやっぱ残す10試合で 3.5 ゲーム差をひっくり返すことは厳しいですから、もうそこは置いときましょう。触れません、触れたくても触れません。このヤクルト戦でまずは数字を稼いでいきたいですね。58本目59本目、なんならこのヤクルト2連戦、まあ、これが最終カードですからね。ヤクルト戦はこの先はもう10試合しか残ってないですから、ヤクルト戦で60本目のホームラン打つっていうのもいいんじゃない。ただバレンティンは確かもうこのチーム在籍してないよな。相手チームに登録されてる選手を見ていくとスタメンに名前はないですし、ほらベンチにも入ってないですからね。つまりはもう多分戦力外かなんかになってるはずなんだよ。もしくは契約切れで、まあ、このマイライフか消えたかどっちかでね、まあ、バレンティンはいないですけど、バレンティンが在籍していたこのヤクルトから60本目打てばちょっと気持ちいいんじゃないかな。ただこの9月に入ってホームラン打てないのが結構続いてるからね、調子はいいですけども、ただやっぱりなんかここ最近急に打てなくなった、明らかにペース落ちてるもんな。ここまでほぼ全ての月で2桁本塁打を月間記録しながら来たんですけどね、この9月のスピードの落ちっぷりやばいよ。魔法が解けたレベルで打てなくなってるからね。ヒットは出るんだよね、ほんと不思議、ヒットは出てます、でもホームランは出ないんです。なぜ知らん、わからん、わかったら苦労しない、わからないから非常に嘆いてるんですよね今のこの状況。結局ここまでこの試合も2打席か凡退を積み重ねてる、まあ、チームもねこんな弱いヤクルトにすら勝てない、4対1で負けてる。ここでもうヒットならないのね、ヒットにすらならへんか、絶対抜けると思った、コースは抜けるとこだったでしょ、不自然なくらい打球のスピードが遅かったね。おい待てよ、57本のホームラン積み重ねたやつがあんな打球スピード遅いんか、おかしくね、マウンドに当たったってわけでもねえのもね、希望が感じられんな。あ、ここも似たような凡退積み重ねて、はい、これでシーズン28閉殺打でしょうかね、30閉殺打まではあと2個、60本以上打つことを目的にしてる動画なんですけどね、別の目的を今果たそうとしてますよ。30閉殺だってなったらこれまたあれですよ、シーズン記録に結構近いとこまで来てますからね。30閉殺だを達成した選手っていうのも歴代振り返ってみてもほんと1人2人3人くらいじゃないですか、そこに俺の名前が追加される、ある意味光栄なことなのかしらね。閉殺だというのは強打者の証、まあ、俺もホームランはたくさん打ってますからね。いやとはいえどあっていいものではないですからね、あっていいものではないので増やしたくはないんですけども、どうしたって出てしまいますね。松井秀喜を見に来た、なんで閉殺打打った翌日のゲームで見に来るの、なんか今日もやるよ、せいでにやらかすよ松井秀喜さん、いいのかい、俺のやらかしを見に来たのかい、茶化しに来たのかい、そんな人じゃないよね。いや今日は打ちたいですねホームランもね、松井秀喜の前で50本目のホームランっていうのを確か松井秀喜の前でちょうど達成したよね。何時のような豪快な一撃打ちてえな。ま、前の試合は前の試合、今は今で忘れてね、この試合に集中していこう。まあ残りもう9試合ですからね、その中1打席1打席をものにしていかないと、あと4本積み重ねることは非常に難しいことなんでね。これもなんで全部ゴロになるんだ、上から叩いてるからってこと、下からすくい上げを、アッパーアッパー、もう超絶アッパーでええから、お前それ以外求められへんのやから、はい来たー、58本目、松井秀喜がいる前でスリーランホームラン打ててよかったですけども、
とりあえずまだあと2本積み重ねてバレンティンに並んでいかないとなんですけどね、まあ、2本というよりか次の1本ですね。59本目。ただね、正直打てば打つほど憂鬱になる俺がいるんだよね。それはなぜか縛りプレイがあるからね。このシリーズには毎年キャリアハイを更新していかないとダメというものがありますからね。もう今1本打つごとキャリアハイ更新、そして来季の目標になりますからね。あらー、また出ちゃったね。松井秀喜の前で本日2ホーマーで59本目。シーズン本塁打記録まであと1本というところまで来ました。でも憂鬱、ずっと憂鬱やね、このシリーズ。4月からね、来季のこと考えると、いや考えなくていいんだけどね、今は今で生きてますから、今のことだけ考えてこの喜びをね浸っておかなきゃダメなんですけども、どうしたって来シーズンのことが頭浮かんできますから、キャリアハイを更新できないとそのまた来シーズンを迎えることができない。俺は6年目のことを考えてるんだよね。あ、もし5年目打てなくて6年目プレイできなかったらどうしようそこ行っちゃうんだよな。だから素直に喜べないんだけど、まあ2打席連続のホームラン中ですから、この打席で打てば3打席連続、今季は4打席連続っていうのがねここ最近ありましたけど、どうだ。で、連続で打つことが多いんだよね。4打席連続もあったし、3打席連続もあった、2打席連続なんて多々ありますから、これでもう何度目だろうね、5回6回目くらいじゃないかな、連続で打つのは。わー、フォアボール、逃げやがったな、こんちくしょう。3打席連続期待されていたのは、もう逃げられたら勝負にならんよね。で、ビアネーバー本日2ホーマー打ったんだね。そらこれだけ打ったらチームは勝ちますわっちゅう話ね。対象ですね、 A クラスに入るためにはこうやって打って勝たないとね。ちなみに僕のホームランは59本目、ビアネーバー32本目ですね。息の長い助っ人選手ですけども、俺と比べたらかすむわな。これから始まるは中日ドラゴンズ2連戦最終カードになりますね。そして今季俺は対中日からえげつないくらい打ってるんだよね。見てくれこれ、対打率は3割3分7厘17ホーマー36打点ですからね。ワンシーズンで同じチームから17本打つっていうのは絶対にこれはもうプロ野球記録ですね。通常ありえないこと。また打底球場を本拠地にしている中日から17本打つというはちゃめちゃなこと今僕はやってますからね。まあ今のパワー考えたらどこでも打てますから。ほんで中日の投手陣はダルビッシュを含めもう大したことないのでね、だからここまで打ててるの。最後まで打ちますぜ。この時点の成績でもやべえけど、さらにやべえ成績を残して中日ファン、中日の選手たちに絶望を届けてやる。二度とピーマンを抑えることはできないという絶望をね。中日ファンから見たら俺は清本に見えてるんじゃないかな。何やってもダメ、打たれるもの、じゃあ打たれればええわ割り切ってやってるんじゃないかな、選手もファンもみんなね、と思いますけどね。まずは大野。ただ待て、この大野に関しては打ててない選手なんだよね。ここまで9打席近く対決してまだ1安打も打ててないので、まあ初安打がそれがね60本目、バレンティに並ぶホームランならば気持ちいいよね。前回の動画ではね、ようやく19打数ノーヒットと抑えられてたスアレスから打つことができた。じゃあ大野からもね、プロ初のヒットを打ちたいが、やはり苦手意識があるのか。ここもまあもう苦手な典型的なパターンですから、左腕で球が速い。だから大野くんの防御率は 5.27 とひどい。この前ライフではずっと活躍できてない投手ですけども、ただ俺はずっと打てていないというね、一軍デビューしてから。あ、でもここで打っちゃいましたね。はい、これでバレンティンに並ぶ歴代1位の60本目。あ、もう確実に更新しますね。すごいあっさりしすぎて逆にドラマ性なさすぎておもんねえわって思っちゃってる俺と視聴者の皆さんがいるでしょうね。もうちょっとギリギリの攻防で最後の打席で1本出るか、60本61本出るかピーマンっていうのをちょっと期待してた方もいると思うし、俺も期待していた。なんだろうこのあっさりさ加減まあいいわ、これでプロ野球では歴代2人しかいないシーズン60本到達したんだからね。そしてあと1本打てば歴代1位、高卒4年目のアフロ髪ちょっと臭いピーマンが記録を作ろうとしているよ。いいのかい、え、なんだ今の、はセカンドの亀沢何したかった、打球正面ついてたの避けたよね。反射神経が出たってことかな。俺の打球は鋭いですから、あ、これ取れねえわ、取ったら腕ごと飛んでいくわ、だから避けるを選択した。賢いじゃないか。まあ大野からしたら取ってくれっちゅう話だけどね。結局これで大野から2安打ですし、ホームランも出たから、うーん、
やっぱりこうやらないとね。はい、で本日3安打60本目記録したゲームでハッスルハッスル打ちまくりやね。もちろん本日のヒーローは僕ですね。61本目は出ませんでしたけど、まあ出るのは時間の問題。その61本目を NPB 最強投手ダルビッシュから打てばいいんじゃないですか。まあ俺は NPB 史上最強の打者ともうすでになってますけどね。史上最強の打者 VS 史上最強の投手、まあ全盛期ではないですからね、現時点で最強とは言えない選手ですけども、ただそれから打てば絵になるし、記録としても美しいかな。打つ気満々ですよ。あ、ダルビッシュ前見た時よりも球速落ちてますね。152キロだったんですけど1キロ落ちた。もう年齢的には35とか6くらいだと思うんでね、そりゃ落ちるわなっちゅう話。そんなダルビッシュから1本打つことはできず、しかしまだ打席はある。得点圏できたよ。ここで打とうか。どんな球でもいいね、打てれば。逆方向、あー宇宙間ね、名古屋ドームの広さに阻止されるやつ。ツーベースでタイムリーではある。ちなみに現在打点王でもありますリーグのね。7番ながら100打点優に稼いでますから、まあこれだけのホームランを打つのであれば納得。あと7番ですけど得点圏打数が異常に多いんでね、200近くあるんじゃないの、マジな話ですから、まあ驚きはないよね。100打点達成して当然の義務というか、それ果たせないやつは試合に出ちゃダメだと思う。そこは意識はないですね。それよりもホームランだ。はい、ありがとうダルビッシュ、シーズン本塁打記録更新でございます。61本目。何か特別な演出とかはあるんでしょうかね。高卒4年目のアフロ髪のちょっと臭い男の子が記録を作ったよ。花束とかあんのかな。ダルビッシュから打ったんだよ。もうこれはど真ん中嫉妬ですから、打って当然のやつですね。ダルビッシュが打たしてくれた。史上最強投手から史上最強打者が新たな記録となるホームランを打ったんですけども、何か花束贈呈とか掲げるものを渡してくれるとか特になく、非常に淡白に3打席目が終わり、チームは3対3ですからね。新たな記録を作った1試合負ける、最悪だよね。ただでさえチームはもうこのままいけば A クラスに入れない、そこでもう残念だろうね。この1試合単位でも負ければ何の思い出にもならへんな。俺が積み重ねてきたホームランはなんやねんってなりますからね。勝ちましょう。本日3安打、中日戦2試合続けての猛打賞達成ですね。何気に初かもしれない、2試合続けて3安打打つこと。ホームランをね多く打ってましたけど、連続して安打を打つっていうのはなかったんですからね。勝ったは勝ったけど何このゲーム展開。本日のヒーローにも2試合続けて選ばれることになりましたね。ピーマン今日は大活躍だったな。勝利導いたって感じだったよ。今日は俺のおごりだ。パート飲みに行かないか。高木、なんでこのタイミングで高木やねん。いやちょっとなんとなくやめときます。せっかく記録を作ったのね。もしかしたら来季プロ野球にいられなくなるかもしれないので、はい、ごめんね、ごめんなさいね、やめときますわ。でこれはどうだ。あー、ここでようやくニュースとして取り上げられたかな。ジャイアンツのピーマン選手が大記録を打ち立てました。シーズン最多本塁打記録を記録しました。あー、最多本塁打記録を記録しました。ファンが14人増えた。シーズン本塁打記録抜いたんだよ。バレンティンを抜いたんだよ、日本人が。でも14人しか増えないの、まあ、どんだけ気持ち悪いブチあれしとんねん。この実績でお前14人しか増えねえし、現在も4000人しかファンいないと、これよっぽどでしょ。すんごい気持ち悪いやつが野球してるんだろうね。まあ、ビジュアル大切やわ。野球の部分がどんだけすごくてもキモかったら応援できないってことだもんね。このゲームが言ってることはそういうことですよ。俺のファンの数が示してるじゃないか。確かに僕がもうすでに歴代トップに立ってこの動画でやるべきことっていうのはもうやっちゃいましたよ。やっちゃっちゃいましたね、やったんですけど、いまいち実感としてもなく、なんか周りの雰囲気もそんな雰囲気もねえし、すごいモヤモヤしますね。
打つためにはこの試合で打たないと一本はね。うん、ただここでやるのは、はい皆さん、これ何個目の閉殺だかお分かりですか。シーズン30閉殺だということになります。さあ今季最後の戦いやってきました、阪神タイガース2連戦。これで4年目シーズンの公式戦は終了ですからね。そして阪神は先ほど紹介した通り今季の優勝チーム、2年連続の優勝チームで大谷翔平が率いるチームです。で巨人はですね現在4位で、ゲーム差 1.5 ゲーム差、この差を詰め寄るためには前提としてこの2連戦巨人が勝利を挙げ、広島の結果次第ということになりますからね。巨人が1回でも負けた瞬間そこで、もう3位に入ること、 A クラスに入ることっていうのができなくなるので重要ですよ。相手からしたらね消化試合かもしれないけども、俺たちからしたら重要な戦いなので、クライマックスシリーズに出られるように全力を尽くしましょう。1戦目大谷との対決はないですが、ただ今ねローテーション岩貞の後確か大谷っていうのが組まれてると思うので、なので最終戦の登板次来ますよ多分ですけど、まその前にまずは野手大谷との対決、それでてチームを勝たしていかないとね。プレイボール勝とうぜ。第1打席目は得点圏、やっぱこういうシチュエーションで打つことだね。いやほっほーどだ、大谷の頭を超え、なーい広い広い橋、甲子園球場、また浜風も若干吹いてるからな、風の力もあったね。クソが、うわほんでゼロが並ぶゲームになってますね。ここまでは、はい来た、63本目ということで、来季は64本打たなきゃダメですね。もうなんなのこの気持ち、このモヤモヤ感来年5年目気の抜きどころねえな、しゃあないよ自分で作った記録なんだからね。でこれで通算本塁100本塁打まではあと4本、現在は96本ですね。また出るのか、またやるのか、おーっとこれはあとちょっと届きそうなところでしたが、はいツーベースヒットいただきました。これもね風なければいってるんだよね。今日風なければ3打席連続ホームランでもおかしくないので、クソがなんで風あるんだよ、しゃあない。この甲子園球場毎回この風吹いとるから、まあでもおね、あの大きい風というか強い風ではないのでね。もう1本積み重ねられるかこの打席、まあ、チームは4対1、この点差ですからね、クローザーがやらかさない限りは勝つでしょう。やらかさないでしょうね、やらかすわけないや。はい最後はフォアボールで、はいはい、おお若干やらかしたよね。最後に得点取っていたから大丈夫でしたけど、取ってなきゃ危なかったよ今のね。何しとんねんおりゃ。まあ田口は頑張ってくれました。6回投げての石っていいね、先発として活躍してくれてる田口がいる。ただ最後は誰だあのイニング、気になるぞ。まず俺は63本目のホームランを打つことができ、大谷に関してはホームランを打ってないですね。西武は松井がついているが、その松井が失点したってことじゃないですね、その前の谷岡ですね、2失点して最終的に松井がセーブシチュエーションになったので出てきた。この松井というのは松井裕樹ですからね、楽天の。今季も防御率は 1.76、 新加入選手たちがね石山含め活躍してくれてるのはいいんですけどね。で大谷翔平は4-0か、ほんで現在どんなホームラン数なのか気になるが、あえて見ません、ここではね、後で確認しますから。でさっきも言ったけど、この岩貞の後のローテーションっていうのが通常大谷翔平だったはずなので、最終戦は大谷との対決、そこで打てるか、過去一度ホームラン打ってますからね。あーでようやく今シーズンのパリーグの覇者が決定したんだ。うわー楽天だね、山田哲人はじめいろんな選手が加入してる楽天、やっぱ戦力補強したチームがちゃんと結果を残すね。阪神もそうですよ、則本が加わり大島が加わり中日のね、それでいて大谷が加わったから2年連続のリーグ優勝ですよね。はあいいな、俺たちも来季は巨人は戦力補強して強くなってほしいですね。補強はしたんですけどね、ようやく言うても中継ぎやからね、それじゃダメだ。あと同時にですね、今の勝利はしたんですけども、あれだ、広島が今どうやら同時進行で戦ってるゲームで1戦目勝ったということなので、もう残念ながら順位の入れ替えはありません。今季はチームは4位が確定したということになりました。 A クラスに入れない以上 CS にも出られないですからね。なのでこの戦いが正真正銘今年最後の戦い、打席ということになりますから、その戦いで大谷翔平は
来ましたね、やはり好調の大谷 VS ピーマン。最終戦の戦い、何をする、何をやる、知らん、わからん、でも打つ、今日は打つという意思ありますね。さっきはなかったんですけどね、ないなりに打てたんですけど、今日は全力で打ちに行く、いい締め方をしたいですね、個人の部分だけでも。さあ来い大谷。対戦成績は2割7分8厘1本は2打点ですね。もう1本打てば得意にしてると言えるな、大谷をカモにしてると言える。いやしかし好調ですからね、マックスの165に近い球速が出ている。それでいて落ちるフォークがあり、曲がるスライダーもある。厄介やぞこのスライダー。しかし弾き返して大谷からまたヒット、ツーベースだ。走れピーマン、これはどうだ。あーギリギリセーフ、よーし長打、かつそれが得点につながりましたね。まあ、チームは勝ちようが負けようがどっちでもいいんですけど、勝つ方がよりいいじゃん。んで次の打席はセカンドゴロ、いい感じで捉えたかのように見えたんですけどもね、ゴロじゃしゃあねえわ。あ、その後逆転されたので、これ大谷翔平に勝ちがついてるよ。勝たすわけにはいかねえぞお前、阻止していかないと。これ場合によっちゃ大谷翔平20勝目になるかもしれないんでね、ここまで何勝を挙げてるかチェックはしてない。しかしかもしれない、阻止するための一打を俺が打つか。このシチュエーション1点入れば消えますから。うわー、アシストしてんじゃねえよ、どうでもいいシチュエーションでツーベースって、ここで打たなきゃ意味がねえだろ。本当に大事な場面で打てないんだからね。だからこれまでの大谷から打ったヒットもあんま意味がないような気がするが、あ、ただ待てよ、あ、これで大谷の勝ち投手の権利は決めました。その後のチームが打ってくれたんでね、よしよしよし。なのでどうでしょうか、大谷の20勝っていうのは結果的に阻止できたのかな。まあそもそも20勝目かどうか分かんなかったんですけどね。ババから打った打球は、これ今シーズン最後の打席になったかもしれないの、ライトフライで淡白に終わって、チームも4対3。最後打ったのは大島ですね。戦力補強で獲得した大島が打ち、大谷翔平は8回投げての無四球、被安打6での勝利投手には慣れてないですね。しかし最後に目立ったのはやはり大谷、主役を取って奪われたね。今シーズン最後のゲームはこれで終了。これ最後月間 MVP の発表があると思います。あ、いや違うな、今年のタイトルの発表ですね。俺が取ったタイトルは、ジャイアンツのピーマンが獲得したタイトルは、本塁打王、打点王、ベストナイン受賞。しかし MVP は取れないのか。シーズンの本塁打記録作ったのに俺が MVP じゃないの。 MVP っていうのは確か優勝チームから選ばれる傾向は高いですけど、それでも俺でしょう。新たな記録を無視してお前 MVP 取れないのはちょっと予想外でしたけども、ただ高卒4年目にしてタイトル取れました。まあタイトル以上に価値がある歴代記録を更新したのでね。でファンの数も一気に1万5000人増えるっていうね。なんでタイトル3つ取って1万5000人増えて、お前シーズン本塁打記録塗り替えた時に14人しか増えねえんだよ、おかしいだろな。で月間 MVP の発表もありますね。9月ジャイアンツは8勝8敗の勝率5割で月間 MVP、 イエーイ、2度目の受賞来ましたわ今年ね。4月に続き、だから最初と最後俺が取ったんだよ。9月は月間3割7分1厘、打率も高いですからね。それにいて8ホーマー20打点と、まあ文句なし、異論なしでしょうね。続けて個人記録を見ていくと、まあ昨年の成績と比較しながら見ていきましょうかね。まず打率から2割8分4厘で、まず打率の部分で昨年よりも4分上げてるっていうね。ここが一番正直驚きでしたね。打てて2割5分くらいだろうと思ってたんですけどもね、最高で。ただ思った以上に打率がついてきたシーズンでしたね。その打率がついてきたからこそ、まあ、当然ホームランで見ていくと63ホーマー。昨年26本の選手が一気に63本を打つこの進化、2段階どころかもう5、6段階飛ばした進化ですよね。とんでもねえことになってます。通算本塁打はもうすでに96本、あと4本のホームランは来季の
シーズンで達成して通算100号となるでしょうね。で打点に関しても138打点でリーグトップ、打点王を取ることができ、打点も多く稼ぐことができました。それやっぱね、得点圏打数がかなり多かったから、148打数もありますからね、まあ、その中得点圏で22本打って85打点も稼いでますからね。本当に通常時でもホームランを打ちまくっていたので、まあ、これだけのホームランを打てば打点がこれだけになるのも納得っちゅう話だよね。本塁打率は 8.5、 得点は77得点ですが、ほとんどホームランで絡んだもの。それホームラン以外の得点はだって10得点くらいしかないですからね。足が遅いですから、その走力の部分で絡むことっていうのはほとんどできてないらしい。あと下位打線ですしね。で三振40でフォアボール22個と昨年と同じ数字、おかしいだろお前。打席数昨年よりも増えてるのにもかかわらずね、収束してるっていうね。もうこれはしゃあないよ、選ばない選手なんで。デッドボール5つ、そして併殺ですよね。30併殺だ。後ほど確認していきますが、これはセリーグパリーグ含めてダントツのトップでしょうね。で盗塁に関しては4シーズン全てで0、まだ一度もないです。そもそも起ともしてないですからね。出塁率は3割1分5で、初めてキャリアの中で出塁率3割到達したけども、ただフォアボール選んでないですからね。その成績の割には出塁率がかなり低く、長打率6割7分で OPS は9割8分5。あれだけホームラン打ってるのであれば、通常の選手だと軽く OPS10 割超えるんですけど、僕の場合やっぱ出塁率稼げないのが響いてですね、まあこういう OPS になりました。単体で見れば素晴らしいですが、やっぱホームランと比較したらどの数字もあれなんか君しょぼくないってなるよね。でエラー数に注目、エラー20個、一塁手とはいえだこれはまずいでしょう、うん、これもだから守備能力ずっと低いからね。昨年も10個と多いですが、それを上回る20個やって、守備で多く迷惑をかけたらしい。まあその分たくさんのホームランを打ったシーズンですから、俺を批判するものっていうのはいないとは思いますけども、ただ数字の見栄え的にはエラーも少なくてゲッツーも少なければもっと良かったんですけどね。で試合分析で今季を振り返っていくとこのようになってますね。カウント別打率、あとコース別打率、相変わらずインコースを苦手にしている。まあホームランは打ってますけどもね、打率は低いんですよね。これまでのシーズンを振り返っていくとこんな感じ。今年はまあホームラン出てます。そしてアウトコースですよね。アウトローで16本のホームラン打って2割9分5厘、アウトハイで3割6分2厘の12本、これだけ打ってんのなんで続けて投げてくるんだ。ずっとアウトコースでパワフルは勝負してきますからね。だから難易度がちょうど合ってるんですよ。例えばね、難易度が強いだともっとコース別のコースで攻めてきた可能性もありますから、強いとかだとこんな打てなかったかもしれないね。続いてリーグ全体の指標を確認していきます。野手ランキングオープン。打率トップは3割5分の宮崎、その下柳田、北条も北条でなんかいい成績残してますけどね。こんな遊撃手がいるのであれば強い理由も納得だね。で奥井も3割1分9厘と打ってますからね。本塁打9本、打点73打点、俺と比べたらかすむし、俺と比較する必要もないとは思うんですけども、まあ奥井も奥井で頑張ってます。僕の打率というのはリーグ17番目、そして今季加入の大谷翔平はまず野手として打率2割9分を残してます。そして規定打席も到達してるんでね、これ何か投手でも野手でもタイトル取った感じでしょうか。どうなんでしょうかね。安打数トップは193安打で宮崎敏郎で、本塁打はもちろん僕の63本でトップですね。その下外39、宮崎38、ビアヌエバ35の大谷34ホーマー。二刀流、まあいわば片手までやって34本ですからね。野手にもうなんていうのかな、一本化したら俺の本塁打記録なんか軽く塗り替えられそうな感じしますけどもね。まあとんでもない数打ってますね、二刀流プレイヤーとして。打点数でも僕が138打点でトップでタイトル受賞ということになり、大谷も106打点、おいおいおい、二刀流でありながら30ホーマー100打点クリアか。バッターとしても超一流っていうね。盗塁数トップは46個で吉川直樹、同じチームメイトが盗塁王に輝きましたね。こんな走ってるとは思わんかったわ。すごいですね、西川を抜いてですからね。で出塁率トップは4割4分2厘の柳田、長打率は6割7分のピーマン、そして OPS では宮崎がトップ。僕の OPS はリーグ3番目、本塁打記録を作ったけどもやっぱ出塁率の点が低いのでリーグ全体で見ても OPS トップになることはできず、大谷に関しては OPS は9割2分で、出塁率3割7分2厘、長打率は5割4分8。それでいて大谷は投手の成績もちょっと見ていかないとダメだと思いますので、見ていくとどんな感じ。まず
ず防御率からセリーグ2位となる 2.54 で19勝を挙げている。あと1勝を挙げておけばやはり20勝でしたからね。さっきの試合大谷が勝っていれば20勝30ホーマー100打点到達、それでいて200イニングもクリアしてますからね。新たな伝説的な記録が誕生しそうなところをなんとか阻止できた。それでも防御率2点台19勝200イニングを投げての30ホーマー100打点ってだけでもすごいんですけどね。ぶっちゃけ僕の記録よりもこっちの方がすごいでしょう。全世界の野球の歴史を振り返ってみてもそれを達成した選手っていないと思うんだわ。あのベーブルースでもね、そのベーブルースを抜いた大谷がいるのであればなんとなく俺にピックアップが集まらない理由、スポットライトが当たらない理由っていうのもなんとなくわかりますけどもね。すごいな、これ最多勝ですからね、投手でタイトル受賞してますよ。また大谷は三振を取れるピッチャーでもあるので奪三振数でもトップ、則本ダルビッシュがいるリーグで大谷がトップですね。どうやら野手としても無双してるが投手としても無双している。やはり今季は俺の年ではなくて大谷翔平が光り輝いた1年ということでございますね。これで今回の動画は終了ということになり、次回のマイライフ実況は毎年恒例オフシーズンプレイしていくぜ。現在の年俸は6800万、十分お金はもらっているが、しかし今季これだけ活躍したのでね、来季の年俸っていうのは、まあ、軽く1億は超えてくると思うし、これだけの活躍ならば2億3億おいおい、もしかしたら5億あたりもらえる可能性って十分にあると思いますので、次回のオフシーズンでどれだけピーマンの年俸が上がるのかという部分に注目して、また次回楽しんでみてくださると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイマターボ。